それではアイジェム京都の発表を始めさせていただきます。私たちアイジェム京都は合成生物学の国際研究大会アイジェムに出場する兄弟生チームです。メンバーは5つの学部の学生によって構成されており、中国人留学生2名、韓国人留学生1名を含む多様性に富んだ15名で活動しています。アイジェムとは The International Genetically Engineered Machine Competition の略で、合成生物学の世界大会です。参加者は主に学部学生によって構成されたチームで競い合います。毎年アメリカのボストンで開催されています。ご覧の通り参加チームは世界中の大学から来ており、2015年度には259チームが出場するなど、同種の研究大会としては世界最大規模となっています。日本からも多数のチームが出場しており、私たちもその中の一つです。次に実際の大会の概要について説明させていただきます。 iGEM では DNA を操作し、新しい生物を作り、その有用性や斬新さなどの点で競い合います。具体的には主に大腸菌を遺伝子操作し、人工血液の元の生成や発酵、コンクリート修復機構の搭載に応用するといった研究が過去になされています。それでは実際の大会に出場した先輩から大会の内容について説明させていただきます。iGEMの世界大会ではポスター発表、口頭発表の形で自分たちの研究内容を伝えます。また同様に世界各国から集まった学生たちの発表を聞くこともできます。こちらの左上の写真ですが、こちら2010年の大会の写真ですが、最近ではさらに多くの学生が集まり、ますます活気のある大会になっています。次にiGEM京都の過去の実績について簡単にお話しさせていただきます。iGEM京都は2008年に8人の学生によって設立された後、継続して高い成果を残し評価を受け続けています。2010年、12年、14年にはiGEMの大会で金賞を獲得しただけでなく、2010年の成果で京都大学の総長賞も受賞しています。僕は2014年の大会に1回生として先輩方と参加しました。そこで僕自身も拙い英語ではありますが、世界の学生に対して自分たちの研究を発表するという貴重な経験ができました。ですがそれ以上に世界中から集まった熱意のある学生たちや、その学生たちと熱い議論を交わす先輩方の姿に大変感動しました。次の年は自分たちの学年が中心になって人を感動させるような発表がしたい、そう強く思うようになりました。その強い思いから帰国してからは次年度の大会に向けて準備を進めていましたが、主に資金不足が原因で2015年度大会の出場は断念せざるを得なくなりました。その背景には大会参加費の大幅な値上がりがあります。 iGEM 京都は創立以来、主に自分たちのアルバイト代から捻出したお金で試合公開実験をしてきました。その僕たちにとって上がり続ける大会参加費の負担は大きく、初年度のおよそ5倍の大会参加費が必要になった昨年度は大会への参加を諦めるしかなかったのです。2015年度の大会への参加はできませんでしたが、2016年度の大会での発表を夢見て僕たちは研究活動を続けてきました。その成果を1回生の内野からお話しさせていただきます。それでは現在進めているプロジェクトについて説明させていただきます。私たちは腸内にいるノロウイルスを大腸菌が捕獲し排除する、このような腸管クリーナーを作ろうとしています。具体的には大腸菌の表面にノロウイルス抗体を発現させます。これを飲み腸管内で増殖するノロウイルスを捕獲し排出させます。ノロウイルスによる食中毒は下痢、嘔吐、発熱などの症状を引き起こし、稀に亡くなる方もいます。この食中毒に対しては現在のところ対症療法のみで根本的な治療法は確立されていません。そこで私たちはこのシステムを作ることで新しい治療法として活用しようというプロジェクトを進めています。去年の夏の実験で
大腸菌の表面にノロウイルス用粒子を吸着させることに成功しました。これが電子顕微鏡で撮った大腸菌とノロウイルス用粒子です。これで基本的なモジュールは完成しました。そこで次に私たちはノロウイルスを捕獲した大腸菌を速やかに体外へ排出するシステムを加えようと考えています。具体的には、大腸菌の表面にセルロース結合タンパク質を発現させます。セルロースは食物繊維に含まれていますので、この大腸菌は食物繊維に結合することができます。この大腸菌をのみ食物繊維を後から飲むことで、腸内でノロウイルスを捕獲した大腸菌は食物繊維とともに速やかに体外へ排出されると考えています。このように今年の秋の大会に向けてさらに研究を進めていきたいと考えています。もちろんこの研究は私たちだけの手で進められるものではありません。今回は学内にとどまらず、学外の感染症やノロウイルスの専門家の方々にもアドバイスをいただきながら活動を進めています。今までのiGEM京都に他の上位入賞チームと比較して足りなかった点は主に2点あると分析しています。それは学術的支援と経済的支援です。学術的支援に関しては先ほども述べさせていただいたように今年の場合十分に得られていると感じています。一方経済的支援に関してはこのような場をいただいたので今後クリアされる予定となっています。今年は今までにない2年越しの研究となったため非常に高い完成度となることを確信しています。今後の私たちの活動にどうぞご期待ください。私たちの目標は世界大会1位です。よろしくお願いします。